オリンピアはアメリカ海軍の防護巡洋艦艦名はワシントン州オリンピアにちなむ。現在フィラデルフィアで博物館船として公開される。オリンピアは1891年6月17日にカリフォルニア州サンフランシスコのユニオン鉄工所で寄港する。1892年11月5日にアンビーディッキーによって浸水し。 1895年2月5日に艦長ジョン・ジェイリード大佐の指揮下就役した。就役後オリンピアはアジア戦隊の機関任務に就く。米西戦争ではマニラーン海戦を含む数々の戦闘に参加し、1899年9月に本国に帰還した。本艦上で艦隊の指揮を取ったジョージ・デューイ大将は、君の準備ができたら撃っていいぞ。 グリッドレイ艦長という有名な命令を発し、パトリコモン島上将軍率いるスペイン艦隊を撃退した。デューイ提徳が命令を発したとき立っていたと考えられる場所は現在艦上に記され展示されている。1902年から1906年までオリンピアは大西洋、カリブ海、地中海で活動した。1909年からは海軍兵学校の訓練艦として、 不定期任務に就く。1912年から1916年までサウスカロライナ州チャールストンでバラック船として使用され、その後最終駅する。オリンピアは第一次世界大戦から終戦直後にかけて大西洋、北極海及び地中海で活動した。オリンピアは1920年7月17日に CA-15。CA 15 1921年8月8日に CL-15 に監首変更された。1921年10月11月にオリンピアは第一次世界大戦の無名選手の亡骸を本国へ搬送した。オリンピアは1922年12月9日に退役し、1931年6月30日に9-42監首変更される。 1957年9月11日にオリンピアは巡洋艦オリンピア協会に移管され1898年の状態に復元されたその後同協会の管理下1995年まで公開されたが同協会は負債のため巡洋艦オリンピア協会と1996年1月1日に合併し現在は ペンシルベニア州フィラデルフィアのインディペンデンスシーポートミュージアムで現存する唯一の米西戦争を経験した艦として公開されている。海軍予備役訓練部隊の学生はオリンピアを定期的にメンテナンスしている。ありがとうございます。